日の光感月の光感、光感とは、太陽や月に薄い雲がかかった時に、それらの周りに円が色づいた青白い光の円盤が見える大気光学現象のことである。光感、日光感、日光感とも表記され、コロナと呼ばれることもある。光学でいうエアリーディスクに相当する現象であり、光が解説することで起こる。水滴の粒子が小さいほど解説角が大きくなるため、 光感の直径は大きくなる。波長が長い光ほど解説角が大きくなるため、内側が紫、外側が赤の色の順序となる。水滴の直径が不揃いであると、それぞれの水滴による解説角の大きさが異なるため、色が混じり合って円の色がはっきりしないオーレウォールとなる。光感の一番内側の太陽や月に接している部分は、 青白い円盤状の工房であり、その円は赤っぽい光の輪となっている。場合によってはその外側にさらに虹のように色づいた。光の輪が内側が紫、外側が赤の色の順序で繰り返し取り巻いていることもある。光感の一番内側の青白い部分、あるいは円の色がはっきりしない光感全体はオーレオールと呼ばれる。 一般的な光感の全体の直径は1度から5度程度である。光感は散乱によって起こる現象であるため、水滴以外の微粒子が空中に浮遊している場合にも見られることがある。例えば杉花粉が飛散している季節にはこれによる光感がしばしば見られ花粉光感と呼ばれる。黄砂や風神などの微粒子も同様であるが散乱が大きいため色が見えず、 ただ白っぽく見えるだけのことが多い。また大規模な火山の噴火が起こり大気の上層に微細な火山灰が吹き上げられた場合にもこれによる光感が見られる。雲を構成する水滴よりも直径の小さい火山灰が浮遊している場合直径が10度以上にもなる巨大な光感が見られることがある。これは特に1883年8月のインドネシアの 倉方さんの噴火の際にこの現象を発見したビショップ牧師にちなんでビショップの艦と呼ばれる。同様の現象は核実験の際にも観測されたことがある。同じように太陽や月の周りに光の輪ができる現象に傘がある。しかし、光艦と傘は全く異なる現象である。傘は太陽や月とは接触せず、かなり太陽から離れた位置に現れるのに対し、 光感は必ずオーレオールによって太陽と接触している。また傘の色は内側が赤、外側が紫の色の順序で光感とは逆になっている。傘が雲を構成する表彰内での光の屈折で起こるのに対して光感は太陽の光が雲を構成する水滴によって解説されることによって発生する。そのため傘が表彰からなる。 高度の高い喧騒雲や高層雲が太陽や月にかかった時に見られるのに対し、光感はそれよりも高度の低い水滴からなる中層の高層雲や鉱石雲がかかった時に見られる。また、騒雲や薄い霧の時にも見られるが色づくことは少ない。光輪は観測者を中心に太陽とは正反対の方向を中心にできる。 光が対日地点側の雲の水滴などで解説した後、反射、屈折することで起きる。ありがとうございます。